スシステム。可能性の枝はまだ折れている。なんだ、システムを破壊したらアーカー社も消える？消える。彼女はこのシステムの記録者だ。彼女が記したログは残るが、彼女自身は消える。やっぱシステムの破壊はできないよ。賛同しかねる。私の存在意義は。頼むよ。賛同しかねる。パパはアイディアがあるって言ってた。私の使命とは別に提案を聞くことは可能である。うん、それでいいや。急げって言ってたし。このままでごめんね、アカシャ。えい、よっ、ほいっと。安全確保が完了。コアク、アカシャは生きてるよ、大丈夫。私が人殺しなんかするわけないでしょ。そうか、そうだな。それでパパのプランって何なの？システムをセパレートするんだ。僕も同席させてもらうよ。まず我々が今いるこのシステムはアーカー社によって代謝が行われている。この代謝を止めると基本的に我々含め全ての住人が事実上死ぬ。厳密には意識が戻らない状態になる。だがシステムをセパレートすればアーカー社とヒューゴを残したシステムとコールドスリープ側のシステムを一つの管理のもとに分けることができるはずだ。
なるほどね。うまくいけば我々は意識をポットに戻し地球に戻れるだろう。え？なんだ？え、今地球に戻るって言った。何？知らなかったのか。ここは地球ではないよ。ここは月だ。ヒューゴ、教えなかったのか？僕が教える義理なんかないじゃん。知ったところで何？同意する。ここが月でも地球でもシミュレーションに変化はない。え？私、月に来た記憶なんかないんだけど。そりゃそうだろ。だってみんな寝かせた後、高原シティ丸ごと宇宙に吹っ飛ばしたんだから。なんて？ユージ、君の娘バカだぞ。同意す。黙って、イービー。コアク、落ち着いて聞いてくれ。この施設は高原シティの一部を切り離して宇宙月面まで移動させたものなんだ。なんでそんなことをって思ってるだろう。地球は災害でさらに地表がなくなってしまうことが分かったんだ。その被害を受けるのは本土だけではなく高原シティにも多大な、それこそ滅亡レベルの損害を引き起こすだろう。なんでそんなことが分かったのよ。アークの研究によってだ。高原シティはただの海上都市ではない。高原シティが何のために作られたと思ってたんだ。ただ綺麗なだけの海上都市なわけないじゃん。すでに一度起きた海面水位の上昇によって地球は多くの土地が水没した。同じことが再び起こった時に対処する方法を研究するのも役目の一つなんだ。そしてそれがまた起こる。そうだ。僕たちはそれをどうにかして回避する方法を考えなければならなかった。そのためには莫大な時間と金がかかる。いや、金はこの際問題ではない。金で時間が買えるならばむしろ安いものだったんだ。そう、だから時間を金で買ったわけさ。どういうこと？やっぱお前の娘。ヒューゴくん？いや、実際買ったんだよ、時間をね。全ての住民をコールドスリープで眠らせ意識をシミュレーションに移したんだ。シミュレーションは物理時間の影響を受けない。ついでにシステムが高速であればあるほど処理も早くなる。結果として我々は解決策を見つけ出すことに成功した。あとはこのシステムを終了し宇宙に飛ばした施設を地球に戻せばはずだった。ヒューゴ？僕がミスっちまったんだ。まあ過ぎたことはどうでもいいだろう。それでもう時間がないぞ。では聞いてくれ。手順はこうだ。今回はヒューゴに散々邪魔されてもう時間がない。悪かったな。言っとくが、黙ってるのは一刻を争う事態を理解してるからだってことを忘れるな。まあ分かってる。だが今回はこれ以上の手が打てない。そこでアーカー社にもう一度リセットさせるんだ。それしかないか。その最中に私がシステムのパーティションを分ける。次のリセットが済んだ時ヒューゴと我々は見えない壁のようなもので分けられる。アーカー社もいないの？いや、アーカー社はどちらにも介在する。そうだな、我々は西、彼らは東に住むが同じ国の中にいて、その国の王様がシステムという説明でわかるか？めっちゃわかった。イービー、パパを見習ってよね。不毛である。同情するよ。しかし問題もある。次の彼女はレコーダーではなく、彼女が持っている記憶は彼女にしか再生できないからだ。アーカー社のロールが変更され、基本的に琥珀に同行する形になる。そうなの？あの強さなら逆に心強いけど。だが代わりに EB には私と共に
パーティションを切る作業をやってもらわなければならん。え？武器なくなっちゃうって。そこはアーカー社が代役になる。彼女なら1周目のログから新たな EB を再構築できるはずだ。まるで神様みたい。彼女を神と呼んでも。なるほどね、大体わかったよ。それでヒューゴは？その間何するの？コーヒー飲んでちゃダメか？はあ？あんた天才少年なんでしょ？なんかサポートしてよ。まあ気が向いたらな。むかつく。琥珀。お？何パパ？アーカー社はリセットをする前に琥珀を止めて意識のリセットを起こすよう設計されている。ああ、だからあんな全力だったんだ。実際その処理は必要なことなんだ。琥珀には申し訳ないが、もう一周してもらう必要がある。要は悪いけど一回死んでくれって話だよ。はあ？この処理は彼女が眠っていてもログに残るものなんだ。お前には私と戦い破れてもらう必要がある。ほんとややこしいシステム。まったくだね。琥珀、お前は強い。私も全力で戦わなければ全力でかかってきなさい。そして2周目に再び会おう。これでパパを倒しちゃっても。君が負けても死なない。オッケー、行くよ。承知した。問題ない。やむを得ん。しばし戻そう。しばし戻そう。可能性の枝はまだ折れていない。しばし戻そう。ウロボロスシステム起動。可能性の枝はまだ折れてない。ウロボロスシステム起動。再開処理を実行。システム起動。可能性の枝はまだ折れてない。ウロボロスシステム起動。問題ない。ウロボロスシステム起動。やむを得ん。ウロボロスシステム起動。当たれば痛いぞ。やむを得ん。やむを得ん。ウロボロスシステム起動。合わせた。おかえり、琥珀。ウロボロスシステム起動。可能性の枝はまだ折れていない。ウロボロスシステム起動。
しばし戻そう。やむを得ぬ。可能性の枝はまだ折れていない。しばし戻そう。ウロボロスシステム起動。しばし戻そう。問題ない。ウロボロスシステム起動。ウロボロスシステム起動。ウロボロスシステム起動。可能性の枝はまだ折れていない。受けてよ。しばしだ。生きれるか。可能性の枝はまだ折れていない。止め。やむを得ぬ。やむを得ぬ。問題ない。ダメだ。無駄だ。無駄だ。無駄だ。しばし戻そう。合わせます。相手を捨てれ。可能性の枝はまだ折れない。問題ない。やむを得ぬ。相手を捨てれ。ご機嫌よう。システム起動。可能性の枝はまだ折れていない。問題ない。しばし戻そう。しばしだ。ウロボロスシステム起動。当たれば痛いぞ。ウロボロスシステム起動。しばし戻そう。可能性の枝はまだ折れない。おかえり、琥珀。やむを得ぬ。しばし戻そう。
出し戻そう。しだしだ。やむを得ん。ウロボロスシステム起動。しばし戻そう。終わりにしよう。まだ折れてる。やるな。やるな。可能性の枝はまだ折れてる。当ててみよう。なんとなくこうなる気はしたよ。まさかここまで。大丈夫パパ。手を抜いたお前が悪いぞユージ。手を出すなよイービー。これは必要なことなんだ。承知している。琥珀は無事か。ま、無事なんじゃない。お前は昔から変わってないな。昔から完成されていたって言ってほしいん。よし、ではアーカー社を起こそう。イービー、ヒューゴ、準備はいいか。いつでも。準備は不要である。頼んだぞ琥珀。アーカー社。ここは…それに、さっきの夢…この剣…システムの起動を確認。わあ、なになに。検証終了プロセスを開始。アカシャレコードへアクセス。規定ルートのアサイン更新あり。コーチ再生を開始。目が覚めた琥珀。剣が喋った。記憶が混濁している。いや、待って。ダメだ、思い出せない。そんなはずはない。あなたは確か…そうだ、アーカー社。ん、琥珀はどうしてアーカー社を知っているの。わからない。でも私たちは以前会ったことがあるよね。そう、ユージが再配置のロジックに何らかの手を加えた。琥珀がアーカー社を知っているのは好都合。うん、この剣のことも知ってる気がする。行こう、アーカー社。私多分この先に進まなきゃいけない。アーカー社が力を貸す。存分に振り回してくれていい。
しない？ゲージ琥珀はウロボロスシステムを知っている？それも知ってるみたい。そう、今のシステムはいくつかの機能が制限状態にある。施設内にあるエネルギーセルを取ればゲージは回復可能。そっか。またはエネルギー発生源、異常空間があれば回復できるかもしれない。なるほどね。ちょっと慎重に行った方が良さそう。判断は琥珀に任せる。使いすぎないようにしなきゃね。思い出した？ヒューゴ、信じられるか、ユージが手を離せないからって僕が走らす。何の用事？え、冷たくない？僕が走らされてるんだぞ。どうせジュース飲んでるだけだったんでしょ。コーヒーだよ。琥珀のサポートをしろってさ。ふーん、なんだよその反応。僕がさ、だって今はアーカー社のサポートは強力。そのアーカー社と君の記憶が少々不安。まあどうせ君のは。そう、どういうこと？レコーダーからプレイヤーにロールチェンジする際、いくつかの機能と一緒に記憶も失ってるんだ。そういえばウロボロスだって？彼女はもうレコーダーじゃない。君の記録はシス、そのパフォーマンスは最大じゃないんだ。アーカーシャ、ヒューゴ K7、前回の初期化のタイミングで君のロールが変わったこと把握している。その際失った力は今手に入れたフラグ。じゃあ取れば取るだけアーカーシャが元の力を。そんな都合よく分散されてるわけない。全部集めてきっちり繋いで初めて動くもんなの。憎ったらしてわけだから、シェルはちゃんと集めていってね。大問題ね。それと琥珀、これだけは先に伝えておく。アーカー社がプレイヤーになった今もう、俺が最後のチャンスだと思え。わかった。がドンセッセイッ、まだ終わるわけにはいかない。
程度。標的の侵入を確認。システム、戦闘モードに移行します。え？ちょっと！なんで襲ってくるわけ？僕じゃないぞ。アーカー社でもないぞ。パパなわけもないでしょ！エリミネーターを起動。さようなら、アーカー社。ん？やらせるわけないでしょ。行くよ！突進シーケンス。行動範囲規制。爆殺を行います。
を行います。まだ終わるわけにはいかない。
を行います。行くぞ。
シェル？そうみたい。どっから見てもそうだろう。あんた、憎まれ口叩かず登場できないわけ？あのな、僕だって好き好んでこんなことしてるんじゃないんだぞ。それで、今度は何の用なの？いや、特に何の用事もないが。はあ？ああ、何？暇になっちゃった？子供か。子供じゃないっていうなら、ロボットが襲ってくる原因とか調べてくれてもいいんだよ。はあ？なんで僕がそんな面倒な。じゃあこれからはコーヒー小僧って呼ぶから。コーヒー小僧。おい、アーカーシャ、バカを真似るな。なんて？お姉ちゃんのために調べてあげるって言ったんだよ。いちいちムカつくやつだな。それにしてもさっきのやつ、標的はアーカーシャなのか。ここも懐かしいね。琥珀、発言にたびたびノイズが乗る。え？マイク設定？これは配信でも通話でもない。冗談だよ。昔授業で同じこと言われてちょっと思い出しちゃっただけ。授業？さ、これが全部終わったら学校にだって戻れるはずだよね。そう、アーカーシャは学校に行ったことがない。そっか。あ、そりゃそうだよね。ずっとこれ繰り返してたんでしょ。アーカーシャもいつか学校に行ってみたい。いいね。じゃあこれが終わったらパパに相談しよう。わかった。